皆さん、やはりキツネのアルミです。今日はめっちゃ久しぶりにプラ板でキーホルダーを作っていきます。最近サルミさちいかわにねハマってて、ちいかわのグッズとか前もねちょっと紹介したりしたんですけど、ちいかわのキーホルダー欲しいなと思った時に、待ってプラ板で作れるって思って、なので今回ね久しぶりに動画で100均の材料だけでちいかわのキーホルダーの作り方を紹介しちゃいます。ロミマジで上級者だと思ってるので、皆さん100均の材料ね揃えて一緒に作っていきましょう。じゃあね、まず、今日作るちいかわのキーホルダーなんだけど、ちいかわのメインキャラ3種類で作っていきます。ちいかわ、ハチワレ、ウサギです。で、用意するものはまずこのプリントした紙、プリントしてもいいし、タブレットある方はタブレットに画像を開いてそのまんま描いても大丈夫です。で、だいたい3分の1から4分の1くらいの大きさに縮むから、ちょっと大きめにプリントしてください。で、これプリントしたのを写す用のマッキーペン、マッキーペンの方が細さがねめちゃくちゃちょうどいいので、まあ、できればマッキーペン、これも全部100均で買ってきました。今日だから100均の材料だけでやるので、ぜひもう作ってほしいですね。で、次が色鉛筆、これ100均じゃないんですけど100均にも売ってるので、まあ、色鉛筆大体みんな持ってるんじゃないかなと思って色塗る用です。そしてまあメインのねプラ板なんですけど、プラ板はセリアにねこのフロストタイプっていうのがあるんですけど、これの方がめちゃくちゃ使いやすいです。そのまま色鉛筆で塗れるから。で、普通のプラ板だったらヤスリで削ってから色鉛筆で塗るから、フロストタイプの方がめっちゃやりやすいです。でもない人は普通の買って、それプラスヤスリも買ってください。ね、注意ポイント、プラ板の薄さは 0.2 ミリがベストです。今までロミ何回も作ってきたけど、分厚いとちょっと歪んじゃったりとか、だからロミはいつも 0.2 ミリか 0.3 ミリ使ってるので、でも一番は 0.2 ミリかなって思います。で、コーティングするとめっちゃ可愛くなるからレジンを用意しました。このクリアレジンです。で、レジンもセリアとダイソーどっちも使ってきたんですけど、ダイソーのがねロミは一番いいなと思って、ベタつきもしないしみたいな。で、あとはボールチェーン、まあ、好きなねボールチェーンとかで、シールとか貼りたい人は自分でデコパーツとか用意してください。で、あとはレジンにラメも入れたいなと思ったので、まあ、お好みでラメ、これマジ大事、レジン使う人これ絶対買ってください。セリアのコーティング剤です。これをコーティングしてからレジンやんないとマッキーがにじんじゃってすごい汚くなっちゃうんですよ。だからこれはレジン使う人は絶対に買ってください。で、塗る用の筆と、あとマスキングテープで、キーホルダーだから穴開けパンチで、固めるの UV ライトじゃないとダメなので UV ライト用意してください。あと本、家にある何でもいいです。本、こういう分厚さだったら1冊でいいんだけど、薄いのだったら2冊こうやって挟む用でね。で、あとハサミです。で、今日は 0.3 ミリのこのフロストタイプを2個で、もう1個は 0.2 ミリの一番ベストのやつ使っていきます。3種類ねやるから、だからプラ板はちょっと2種類使ってみようかな。まずはプラ板をね用意して、フロストタイプだったらツルツルの方を上にしてこうやって重ねます。こんな感じで重ねてマスキングテープでこうやって留めます。動かないようにね、何箇所かに。マッキーペンで写していきます。そのまんまね、いきます。丁寧にね写していきます。もうちいかわはねめっちゃ簡単だから、イラストがなんか写しやすいですね、めっちゃ。はい、こんな感じでね写せたんで、残りのハチワレとウサギも同じように写していきます。はい、じゃあもう全部写し終わったんで、1個は透明な 0.2 ミリのやつにしたので色を塗ってきます。フロストタイプはそのまんま裏に色鉛筆で色塗っていいんだけど、こっちがどっちもツルツルだから色鉛筆使えないじゃん。だから100均で買ったヤスリを使って削っていきます。裏をこうやって削っていきます。
ちょっとね、あの円を描くように削るとあのムラなく削れるんで、あのムラがあると一部あの塗れないとかもあるからムラがないようにで、ちゃんと裏に削ってください。間違えて表で削っちゃうとあのマッキーも削れちゃっていなくなっちゃうから、だからこうやって裏を、レイちゃんレイが見てる、かわいい。こうやって見て透明な部分とかがあったらダメだか、こうやって確認しながら全部が白くなるまで。あ、で、ヤスリはセリアで買ったサンドペーパーっていうやつです。こういうヤスリ使ってます。ホームセンターにも売ってます。ホームセンターの方が安いんだよね、1枚50円とかするから。うん、いい感じですね。これならもう塗れると思う。よし、じゃあ3種類全部色鉛筆で塗っていきます。あのさ、チーカーとかさ白じゃん全部、だから頑張って白で塗っていきます。まずはほっぺからで、ちょっと濃いめに塗ってください。写りがね、ちょっとねフロストタイプ軽く塗るとあんまり写んないんですよね。なのでちょっと濃いめに塗るのもいいかも。こんな感じかな。濃すぎてもあれだけど。はい、じゃあもう2枚あのフロストタイプの方ね、こんな感じで塗れました。めっちゃ大変でした。頑張りました。白の面積多かったけど。で、次はラストウサギ塗っていきます。ウサギはね黄色とピンクなんで、まあ、同じ感じでね塗っていきます。はい、やっと塗り終わりました。次はさ黄色の面積がさひどすぎてさ結構大変でした。で、切り方は本当に自由で好きな形で切ってください。まあ、ロミはねこの形に沿って切るんですけど、あ、待って、切る前にあのキーホルダーの穴にしたいところにチョンって印をつけます。で、そこもね開けとくから、じゃあここら辺かな、キーホルダーで切るときは こんな感じで切ります。キーホルダーの穴がちゃんとねあの開けられるくらい。じゃあ切っていきます。形に沿って切ります。あのぴったりギリギリじゃなくてちょっと開けて黒線の手前くらいにして切るとめっちゃ可愛いです。で、キーホルダーの穴になるところをこうやってやって、はい、こんな感じで切れました。いい感じですね。で、残りの2枚も同じ感じで切っていきます。さっきの 0.2 ミリだからすごい切りやすかったんだけど、 0.3 ミリだとちょっと硬いから慎重にね切っていきます。はい、じゃあもう全部切り終わったんで、トースターで焼く前にこの穴パッチン100均にもね多分売ってるんで、これで印つけたところに穴を開けます。で、縮むからロミはちょっと大きめに穴開けてます。ちょっとずつこうずらしながら大きめに開けてます。こんな感じでここに穴開いてます。で、同じようにウサギとハチワレも、よし、穴開けられました。じゃあ今からトースターで焼いていきます。で、焼くときはコーンをね近くに持ってきます。まず温めます、ちょっと。で、クッキングシートの上にハチワレちゃんからやっていきます。で、温めないとあの縮むの遅いんであんま良くないんですよね。入れます。怖い、頑張って8割さん。おお、縮んでくる。あー、縮んでる。で、もうグニャってなってもあのそのまま見守っててください。安心して、心配になるかもしんないけど。で、あ、もう縮んでないなって思ったら出します。で、急いで出して乗せてやって、で、軽く叩きます。ギュッてやったら歪んじゃう時あるから。あ、いいじゃんいいじゃん。おー、できました。可愛くない？で、熱いから気をつけて。で、同じ感じで残りもやります。
ってなっても大丈夫だから見守ってて、マジで出しちゃダメ、絶対信じて。できたー、よし、いい感じ。まあでもちょっと歪んじゃいますね。で、UV ライト、さっき100均のちっちゃいの見せたんだけど、うちにね、大きい UV ライトがあるので、3個同時にやりたいからこっち使います。今回後ろは別にコーティング剤とか使わないで、そのまま上からレジンをのせます。まあ、後ろはそんないっぱいじゃなくても全然大丈夫です。こんな感じでレジンをのせて、で爪楊枝で伸ばしていきます。で、気泡、こういう泡とかはない方が綺麗だから、割ってください。綺麗に、表だったらぷっくりした方が可愛いと思うけど、裏だから薄くで大丈夫です。ぷっくりやるとちょっと時間かかっちゃうんでね。で、コーティングしないと裏ね、色鉛筆で手が汚れちゃったりしちゃうね、キーホルダーになっちゃうから、コーティングします。できました。そしたらこれをライトの下に置いて固めていきます。これ当たんない、大丈夫か。で、残りも今のうちにやっていきます。もうちょいかな、ちょっとベタベタなくなるまで触りながら、結構案外ね、すぐに固まるから、触りながら確認してください。よいしょ。よし。そしたらもうこっちのチーカーは大丈夫だから出して、で固めてる間に表にコーティング剤やっていきます。このね、コーティング剤、にじまないようにするやつ、筆で塗っていきます。で薄めで大丈夫です。じゃあコーティング剤も乾いたんで、早速ラスト仕上げ、また上にレジンを塗っていきます。で、上のレジンはキラッキラにしたいので、こうやって、どっかにね、プラ板の上でも何でもいいので出して、このラメパウダーを入れます。で、爪楊枝で混ぜる。超綺麗、キラッキラで、これを上にね塗っていきます。で、せっかくなんでね、このね、シールをね、貼ろうと思って、ロミの R をここに貼って、お、いいじゃん、可愛くない、めっちゃ。で、この上からコーティングしていきます。ちょっと厚めにね、さっきより。キラッキラですね。やっぱラメ入れるのと入れないのじゃ違うから、ぜひラメ入れてください。もしここ少ないなと思ったら増やしてあげたり、厚さ均等にしてあげた方が可愛いです。よし、厚さ均等にできたら、この子は中に入れて固めます。で、同じ8割れもやっていきます。はい、皆さん、やっともう固まって完成したんですけど、見てください。多分コーティング剤が足りなかったのかわかんないけど、マッキーがやっぱにじんじゃいましたね。コーティング剤ちゃんとやらないとこんな感じににじんじゃう時があるので、本当に皆さん気をつけてください。で、こっちもね、ちょっと口がにじんじゃって、でもウサギはね、無事ですね、やっぱり。で、作りやすさはやっぱり厚さ 0.2 ミリの方が作りやすいので、0.2 がね、おすすめです。で、ボールチェーン入れて、でも可愛くない、めっちゃ。あとボールチェーンの穴、レジンで今埋まっちゃったんですけど、それも気をつけてください。もったいないね、ちょっとね、これは大丈夫だ。はい、こんな感じでちいかわのキーホルダー完成しました。でもちょっとにじんじゃったのがね、悔しいんですけど、でも可愛くない、これにじまなかったら完璧ですね。で、こんな感じでね、100均の材料だけで超簡単に自分の好きなキャラクター、今回ちいかわにしたけど、他にもね、好きなキャラクターで作れるので、ぜひ皆さんもね、作ってみてください。で、ポイントはコーティング剤を必ず厚めに塗った方がいいですね。それ以外は普通に動画でも言った通りなので、マジで作ってみてほしいです。またね、次はね、アクスターがなんかいろいろ作りたいなと思うので、リクエストあったらコメント欄にどんどん書いてください。じゃあ、ということで、またプラ版やってほしいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。